ちゃ。こんにちは。豊さん、はい、これやらないと。このなあ、ちょっと遅れたな。いや、そうなんですよ。あの里崎さんも岩本さんもこの動画出してるんですよ。なあ、そうです。秋山翔吾選手が広島に入団が決まりました、はいはい、おかえりなさい。おかえりなさい。はい、はい、よかった、ね、決まりましたね、はいはい。まあ、真っ先に名乗りを上げたのが、はい、西武です、古巣の。まあね、うん、そりゃやっぱ上げたくなる気持ちはわかるよね。結構、あ、じゃあ西武に戻るんじゃないかなっていうのが結構世間の風潮だったんですよ、うん、俺は戻らないと思ったけどね。え、俺は西武はないんじゃないかなっていうような感じでした。まあ、2年契約でしょ。そうなんですね、2年契約で。他、広島、ソフトバンクっていうのは大体3年、はい、とか出してたよね、うん。まあ、年数っていうこともあるけども、はい、やっぱ環境を変えたいとか、うん、まあ、そういったこともあるし、はい、まあ、深い事情があると思うよ。いろいろね。まあ、後でちょっと話すけども、はい、西武の戦い方って、はい、一番バッターが秋山が抜けた後がどうのこうのって言ってて、はい、で、今年いい位置にいると思うんだよ。で、西武っていうのはまだまだね、優勝を狙える、ましてやそのクライマックス行って勝てば日本一も狙える、はい、そういった位置にいると思うんだけど、秋山が帰ってくることによって、はい、それがもし現実化したとしたらさ、はい、秋山に全部持っていかれるじゃない。いわゆる秋山選手が戻ってきたから優勝できた。そうそう、っていう、はい、いや、それさ、はい、今まで秋山が抜けた後に一生懸命やってた選手たちとか、はい、球団関係者っていうのは、まあ、秋山の存在っていうのはすごく大きいのは感じつつも、うん、なんかそこに全部持っていかれるっていうのがさ、うん、俺が選手だったら嫌だよね。いや、いなくても優勝できるみたいなさ、はい、そういうプライドを持って戦ってんじゃないかなっていうのは気もするしね。秋山が嫌だとかじゃなくて、はい、なんかこう今までそのいないのに努力してて、うん、やっと投手力も野手もそこそこ、山川も調子いいし、うん、なんかそういう位置に立てる環境にあってよ、はい、なんとなくそこを全部持っていかれるのは嫌だよね。しかも抜けた時にじゃあ穴を埋めなきゃで若手が育ってきてる中で誰かが省かれる。 そう、そこに入る。だからそこら辺のそのバランスが崩れるのはすごくやっぱチームとしては嫌だな、まあ、選手としても嫌だし。なるほど、選手側もそうなんですね。だ、秋山って素晴らしい選手だけに、はい、それだけ持っていくだけの力があるから。そうですね、持っていってしまうだけの、はい、だからそれはなんか2年という契約の年数が確かにそうさせたのかなっていうような。あの、もうちょっと年数あってもいいはずですよね。まあ、そうだよね、うん、他の提示を見て、はい、それよりうちはいい条件出すからっていうふうに待ってるのが普通なんだと思うんだけど、はい、まあ、初めに手を挙げてポンと出した、はい、まあ、戻ってくるんだと戻ってきてもいいとは思ってたと思うんだけども、うん、なんか選手がどう考えてるかなっていうこともいろいろ考えたと思うよ。そうなんだ、ね、だから難しいんだよね、古巣に戻るっていうのはね。あの、一概に、はい、戻りますというわけでもないってことだ、うん、だからお前が抜けたからこれだけ苦労したじゃないかっていう気持ちもあるだろうしね、うん、まあ、それはやっぱりね、人間というかなので思ってしまうこともちょっとですね。で、その後に名乗り出たのがソフトバンクだったんですよ、うん、まあ、ソフトバンク広島ね、はい、うん、で、ソフトバンクは実はこの3球団の中でやっぱり一番提示額が大きかったと出てます。まあ、金あるからね。お金あります。まあ、ただ、うん、やっぱ秋山の性格からするとさ、やっぱ古巣を敵に戦うっていうのは、うん、なんとなく心引けるというかさ、そんな感じも受けるよね。そうですよね、うん、プラスあそこだとじゃあ確実にレギュラーでずっと出られますかっていうと、ソフトバンク、はい、間違いなく出れるよ。あ、出られるんですね。そりゃ出れるよお前。そうなのか。ただ万全であればね、はい、ただそのアメリカ行ったブランクっていうのがあるから、それは調子を取り戻すのに時間がかかるのか、はい、それともすんなり入っていけるのか、これは分からないよ。それはもうなんていうの、アメリカであんまり野球をやってないような状況だったから、うん、だからそれはすんなり入れればそれはレギュラーだよ、はい、もう間違いなくレギュラーとして扱うと思うんだけども、やっぱり一番はやっぱ西武を敵に回したくなかったっていうのは秋山の気持ちじゃないかなと思うよ。やっぱ秋山はやっぱ人がいいもんね。あ、そうなんですね、うん、人思いだしさ、はい、人たらしだし、そういう意味ではうん、ソフトバンクっていうのは、まあ、お金じゃないよね、だからね。あ、そうですね。でもソフトバンクは、うん、秋山選手やっぱ欲しかったんですか、あれだけやっぱり。いや、怪我人がいるからさ、結構怪我人がいて、栗原とかも怪我してるでしょ、はい、だからその代わりとか、うん、まあ、そういうことも考えてるんだろうし、うん、
で代わりに使った選手がじゃあしっかりした仕事をしてるかっていうとさ、まあ入れ替わり立ち替わり誰か入る、はい、で牧原っていうのも内野から外野にコンバートしたりだとか、はい、やっぱ苦労はしてるんだよね、うん、だから一人でも選手が欲しいっていうのはあの本当のところだと思うんだよ。で最後に手を挙げたのが、まあ、広島だったんですよ。これどうでした？聞いた時球団名、あ、納得したよ。そうなんですね。だから人のつながり、やっぱ前剣と仲いいじゃない。仲いいですね。仲いいでしょ、はい、で鈴木誠也ともやっぱ侍ジャパンで、うん、仲良かったと思うんだよ、うん、そこら辺の背中を押したっていうのも多分あると思うんだよね、うん、俺はだから広島行くんじゃないかなって、いや思ってたよ。あ、そうだったんですね。で秋山の構想とか、うん、前剣の構想、鈴木誠也の構想っていうのは、うん、メジャーでまあ、ある程度やって帰る場所は広島って決めてんじゃない？まあ、3人で結託して、いやいや本当に、いろいろ、いや前剣とはものすごい仲いいからさ。そうですよ、ね、だから前剣も俺が終わったら広島に帰りたいと、ね、広島で一緒にやろうよって、じゃあ俺先に行ってるわみたいな、だから行っててよみたいな、まあ、そういう人間関係も俺はあったんじゃないかなっていうような感じがするよ。ただそれには広島が手を挙げないと成り立たないじゃないですか。でも、はい、まあそりゃそうだよね。だからそこら辺で裏で動いたかもわかんないよね。あ、まあ、まあ知らないところで、知らないところで、うん、いや秋山は広島に取ってもらえませんかみたいな、うんうんうん、そういうことがあった可能性もあるし、まあ、ゼロでもあるな。まあ前田健太投手は僕にそんな力はないですよとは言いつつも、うん、なのかもしかしたら。いや、そ もちろんね、うん、ただやっぱこう黒田がメジャーから帰ってきて、はい、で投手陣が良くなったように、うん、まあ、例えばその秋山が外野に入ることによって、うん、もっと良くなる可能性もあるし、で前剣が帰ってくる、鈴木誠也がある程度の年になったら帰ってくる、うん、そうなってくるといろんな技術とかいろんなノウハウが多分広島に入ってくると思うんだよね。そうですね。そうなったら広島はいいぞ、黄金時代がまた来ますよね。いや来ると思うし、うん、あのそれだけの選手も素材の人間もいるしね、楽しみだよね。秋山が広島に入って、うん、いやセリーグに来たと思って、じゃあ残りのセリーグ5球団はこれどう思ってるのかなって。歓迎しないよまた厄介なやつが来たよみたいな、うん、特にどこの球団かやっぱそれ思うんですか。それさ、勝ってない阪神、阪神9連敗してるしね今の段階で、はい、で DeNA は1勝11敗でしょ、はい、でそりゃまたこの上に秋山入ってきてくるかっていうような、うん、それは頭痛めるよね。原監督はどう思うんですか。原監督もやっぱり嫌だよ。それは投手力がさそんな強くないチームなのに、はい、秋山がいるっていうのは、うん、それだけで警戒しなきゃいけないもんね。そうですよね、うん、やっぱ名前がある人っていうのはさ、調子云々というよりその名前負けってするところもあるしさ、うん、で秋山っていうのは、まあ、打ってよし、ボールを見てよし、塁に出てよしでしょ。で守備もいい。これ3拍子揃ってる選手が帰ってくるわけだから、うん、広島に入るわけだから、それはいいよね。ですよね、広島。だから1番か3番、今菊池が3番打ってるんだけど、うん、はい、まあ、菊池の3番っていうのは性格的にも合ってると思うんだけどね、うん、3番打たして菊池を上に上げるか、2番か3番、あ、1番にね、はい、それともその出塁率を考えて1番で秋山を使うか、うん、はい、これはやっぱ楽しみだよね。いや、そうです。あの西武時代にやっぱり1番であの、ね、センターで率も残してるとか、アンダー残してるっていうのを見ると日本記録持ってるからな、アンダーの年間の、これ順位にも関わってくるじゃないですか。いや、いや額面通り働いてくれると順位は確実に A クラスっていうのは死守できるような気がするよ、うん、いやそのぐらい、いや広島自体も今年いいし、はい、ね、みんなの活躍、まあ、先発投手陣の安定、うん、まあ、中継ぎがちょっと不安定な部分はあっても、うん、まあ、打力でカバーするとかね、そういうことができれば楽しみだね。そうですよね。これあの中盤後半戦の本当にこのね、順位にも関わってくるし、例えばもしかするとですよ、今ヤクルト独走してますけどもちょっと詰まってくる可能性ない。ないの。そらない。そらね、広島ヤクルト完璧だもん今。あ、ここは秋山選手がカープに入ってもゼロではないよ、はい、例えば村上が故障した、山田が抜けた、はい、で小川が投げれなくなった、うんうんうん、そうなったらわからないよ、そうなったらわからないけど、
みんな丈夫だヤクルトの選手は。そうなんですよね。もう村上なんかなんか骨折しててもホームラン打ちそうだもんな。いやそのぐらいのね馬力あるもんな。 ありますもんね。だから順位は云々としても、うんうん、やっぱりチャンスは残されるという、うんうん、そうだからクライマックスに残ってね、はい、で日本一を取りに行けるそれだけ そのチームになってきてるよね。秋山が入ることによってなんか小園も良くなるんじゃないかとか想像つくんだよね、はい、秋山はもうアメリカで赤いユニフォーム着てたしな、赤ですんなりなんか似合いそうだしさ、違和感ないですね、うん、それと広島の野球になんかこう合ってそうな気もするしね、まあ、楽しみではあるよですね。だからまあ将来的にはマイケン帰ってくる、うん、鈴木誠也帰ってくる秋山がいる、うん、いろんなノウハウが入る、うん、いや広島なんか明るいよね。いやそうです、将来的に見てもそうですね。この加入が本当に明るい未来をなんか照らしてるような、うん、なんか俺はそんな気がするんだよ。そうです、ね、うん、だからやっぱりこう秋山っていうのは人だな、人を大切にし人によって心が動くというね、うん、まあそういう選手だし、はい、まあ、応援していきたいというふうにはね、うん、思ってますよね。はい、はい。